SD スーパーゴールドカード SD カードは、警察庁が所管する自動車安全運転センターが発行する無事故無違反の携帯用証明書である。SD カードは無事故無違反を続けている期間により、次の区分があり、裏面には無事故無違反の証と記され、都道府県名と番号が表示されている。各都道府県の自動車安全運転センターに無事故無違反証明書か、運転記録証明書を申し込むと、証明日以前に1年以上事故や違反の記録がない場合、後日郵送で証明書と一緒に SD カードをもらえる。ほとんどの指定自動車教習所では、卒業検定の料金に申請手続きの手数料を含めているか、もしくは諸経費などの名目で別途670円の申請料を徴収するなどを経て、卒業から1年後まで無事故無違反を続けていれば、自動的にカードと証明書が送られてくる。なお、事故や交通違反検索の対象期間には、すべての種類の保持期間が含まれる。例えば、10年以上前に何らかの運転免許証を取得し、その後無事故無違反である人に対して、金色の証明がなされる場合、その証明の日から10年だけ遡って、この10年間事故がないと記されるわけではなく、日本の運転免許を初めて取った日から、証明の日まで無事故無違反である旨の記載がなされる。途中にうっかり失効等で、欠落期間があっても、運転免許証の番号が変わらなければ、そこで途切れることはなく、最初の免許取得日が式として表記される。そのような場合、失効前の部分については、旧免許の期間であることも付記される。交通反則通告制度や人身交通事故がない公的証明書であり、法的な効果は何も持たないが、一例としては、個人タクシーの申請、運送事業所における安全運転意識の啓発を目的に活用されている。また、車用で車用車を運転するための車内資格として、SD カード取得を義務付けている事業者もある。さらには、就職時のチェック項目の一つとして活用している事業者もある。安全運転に対する一種の特典制度でもあり、優遇店にはロードサイド店舗が多い。ガソリンスタンド、金融機関、ゴルフ場、運転代行、指定自動車教習所など、優遇される業種や割引内容は複数ある。免許の更新は5年ごとだが、SD カード優遇店及び施設、サービスはカードの色に関係なく、それぞれの特典有効期間がバラバラで年数が経つほど有効期限を過ぎていて、特典の対象外となってしまう優遇点もある。運転免許更新時に警察官から交通事故の裁判などの際に SD カードがあれば、無事故、無違反の証明となり、弁護側に有利になると SD カード更新を勧誘されるが、実際には、刑事事件の裁判で、被告人の違反、前歴証明は、検察側にあり、SD カードがなくても、一切不利にはならない。SD カード発行手数料だけで、年間54億円もの収入があり、そのうち役職員給与だけで33億円が支払われている。常勤役員は、警察庁や自治省、財務省の天下り役人で占められており、典型的な天下り商売との批判も強い。ありがとうございます。